神様へのお詫びに大量のイカが身投げする神社があるんだよ。今年の夏休み明けにうちの会社の先輩が支えてきたんです。暑さでとうとうやられたかなと思ったんですが、実は本当だったんです。島根県の離島、隠岐諸島の一つ西の島にある由良姫神社がそれ。伝説では神社の御祭神由良姫様が桶に乗って海を渡っていた時にイカがいたずらしたそうで、当然姫は激怒。実はこの姫神様、すせり姫の御事といって、日本最強の神スサノオの娘、つまり一番怒らせてはいけない神様なんです。で、そんな神様を怒らせたイカは、神様とは知らず大変失礼いたしました、つきましてはと神社の前の浜に大量に押し寄せたとのことです。イカの責任感が強すぎですが、実は現在もなお10月から2月にかけてイカが大量に押し寄せ、お祭りも開かれているそうです。ちなみに先輩によれば沖のイカは絶品だったそうです。この話を聞くとより食べてみたくなりますよね。